全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。ファーストステージ第1節、シエロ対ヴェルディ、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。さあ、ついに J リーグファーストステージが始まりますが、どうご覧になりますか？各クラブ、新たな戦力の補強、戦術の徹底を図ってきていると思います。今日の一戦は今後の戦い方を考える上で大事な試合になりますよ。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半14分、ヴェルディ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。北沢、強引に行くか。三浦、蹴る前にゴールを見つめます。蹴った、これはどうだ、クリア。田口、周りの状況がよく見えています。前半38分、ヴェルディ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。このパスが通った、右に叩きます。ハイレベルのドリブルですね。あのフェイントはちょっと止められないですよ。三浦、チャンスになります。長谷部、これはいい位置にいました。中に入れた、アルシンド。小泉、カットしました。現在のところ得点はありません。さて、この前半の展開を振り返ってどうでしょうか。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半戦の序盤、シエロ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。ちょっと精神力が足りませんね。ゴールから気持ちが離れていますよ。カウンターで一気に攻め上がる。後半36分、ヴェルディ、このまま試合も終盤に差し掛かろうとするところ、両者譲らず0対0のままここまで来ています。柱谷、長谷部、アルシンド、長谷部、あーっと外してしまった。飯島、必死に守ります。後半38分、ヴェルディ、このまま試合も終盤に差し掛かろうとするところ、両者譲らず0対0のままここまで来ています。野田、先ほどから試合に入っています。相当動きが悪いですよ。もう完全にスタミナ切れなんじゃないですかね。長谷部、アルシンド、柱谷、ゲームを組み立てます。どうしても長谷部、ペレイラ、これはここには誰もいません。かろうじてこのピンチを乗り切りました。ここでホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。さて、ここまでの両クラブの展開はどうでしょうか。前半に続いて後半も両クラブ攻めあぐねていましたね。ここからは V ゴール方式の延長戦に入るわけですから、今度はかなり積極的な攻防が期待できると思いますよ。さあ、このファーストステージ前後半終わって同点の場合は V ゴール方式の延長戦に入ります。まもなくスタートです。今延長前半開始の笛が鳴りました。延長戦開始早々、シ
ピエロ、チャンスになります。野田、フェイントをかけます。このパスが通った。ラモス、津波、カット。ここでホイッスルが鳴って延長戦後半に勝負は持ち越されます。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。今ホイッスルが鳴って延長戦最後の15分がスタートしました。延長後半立ち上がり、シエロ、サイドに広がります。松原、ラモス、津波、かろうじてこのピンチを乗り切りました。ドリブルしながら周りの状況を見ます。ベルディ、フィールドいっぱいに広がります。林、うまくつないだ。ロングパス、柱谷、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。フェイント、パスを出します。長谷部、抜きました。ショートパス、ペレイラ、上げた。北沢、クリア。田口、周りの状況がよく見えています。岡野、ここからどう展開するのか。ボールを、小倉、このボールを受けました。小倉、中田、磯貝、ゲームを組み立てます。ここでフェイント、小倉、このパスが通った。ゴール前誰もいない。これが決まった。いいゴール。白熱したゲームに幕を下ろしました。ついに決着がつきました。1-0、シエロ、延長 V ゴールで勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか？いやー、ここでようやく決めてくれましたね。運に左右される PK 戦にもつれ込む雰囲気でしたが、延長後半で V ゴールで決められたことは大きいですね。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第2節、マリノス対シエロ、非常にいい天気に恵まれました。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。
ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半14分、シエロ、ここからどう展開するのか。ラモス、一気に攻め上がります。フェイント、ジンのスライディング、ラモス速い攻めで一気に崩すか。フェイント、ルンガ、このボールを受けました。右に叩きます。磯貝、岡野、中に入れた鈴木、ここでボールを外に出しました。前半36分、シエロ、チャンスになります。ちょっと精神力が足りませんね。ボールから気持ちが離れていますよ。イエローカードが出されました。まもなく前半40分を経過しようというところ、シエロ、選手が上がっていきます。ルンガ、止められない、パス、前田、ルンガ、磯貝、ルンガ、あーっと外してしまった。川口、ややディフェンスが手薄になっていました。現在のところ得点はありません。さて、前半の試合展開をどう見られますか。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。さあ、後半開始の笛が鳴りました。後半13分、シエロ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。誰も止めることができません。ラモス、どうだ、川口、なんと反応した。中田、ここからどう展開するのか。ボールを磯貝、このボールを受けました。ドリブル、前田、ラモス、フェイント。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。プレッシャーに負けてしまった。山田、スライディング、磯貝、ボールが切れていきました。サパタ、自分の役割を果たしています。後半28分、マリノス、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。ロングパス、ビスコンティ、フェイントをかけます。ここからどう展開するのか。上げた、三浦、直接キャッチしました。飯島、堅実なプレーを見せます。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。この延長戦で決着がつくのでしょうか。どうも前半後半ともにお互い決定的な場面が少ないですね。延長戦はもっと積極的にチャンスを作っていってほしいところですね。さあ、このファーストステージ前後半終わって同点の場合は V ゴール方式の延長戦に入ります。いよいよ延長戦に突入です。今延長前半開始の笛が鳴りました。シエロ、チャンスになります。フェイント、パスを出します。よく状況を理解していますよ。そうでなければあのプレーはできませんよ。ドリブルしながら周りの状況を見ます。フェイントをかけます。
スを出します。中田フェイント、サパタ、タイミングが合いませんでした。ロングパス、磯貝、ゴール前、直接シュート、あーっと外してしまった。頭を抱えます。延長戦前半終了の笛が鳴りました。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。笛が鳴って延長戦の後半が開始されました。延長後半の序盤、マリノス、ここからどう展開するのか。ロ、よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。中田、ゲームを組み立てます。延長後半開始直後、シエロ、チャンスになります。前田、うまくつないだ。ルンガ、山田、このボールを奪いました。ここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。野田、先ほどから試合に入っています。これはホイッスルが鳴りました。レッドカード、次の試合には出場できません。大村、退場になります。息苦しい攻防が120分続きましたが、この PK 戦で決着がつきます。さて、これから PK 戦に入るわけですが、その前に先ほどの延長戦はどういった展開だったのでしょうか。両方とも相当疲労が表に出ていましたから、なかなかチャンスをものにできませんでしたね。しかし見応えのあるゲームでしたよ。試合は PK 戦に入ります。陣野、蹴りました、外した。小倉、蹴りました、決めました。メディナベイジョ、蹴りました、決まった。彼は突破の反応が遅いですよ。ほんの0コンマ何秒の違いなんですが、これが如実に現れるのがキーパーのポジションなんです。岡野、蹴った、決めました。三浦、蹴りました、外れた。松原、思い切り打ちます、決まった。山田、蹴った、決めました。ラモス、蹴りました、ゴール。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。これで長い試合の決着がつきました。シエロ、 PK 戦の末勝利を収めています。今日の試合はどうでしたか。この試合すっきり決められませんでしたが、それでも PK 戦による勝利は大きいですよ。これで逆に負けると疲れだけが残るものなんですよね。
こんばんは。 J リーグファーストステージの模様をお届けします。ファーストステージ第3節、ガンバ対シエロ。上空は星が夜空に輝いています。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半25分、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。田口、ドリブルしながら周りの状況を見ます。ここでフェイント、パスを出します。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。中田、ゆっくりとボールを回しています。前田、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。前田、このシュートはキーパーの真正面。本並、堅実なプレーを見せます。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。決定的なチャンスは何度かあったと思うんですが、得点につながりませんでしたね。後半になって疲れが出てきたあたりが勝負の分かれ目だと思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半の立ち上がり、ガンバ。両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。島田、うまいフェイント。小倉、止める。島田、バックパス。ラモス、抜く。島田、一気に攻め上がります。ボールを運びます。島田、ヒルハン、伸び込んできた。外れてしまいました。残念、これは失敗。岡野、 PK です。蹴った、飛び込んできた。クリア。島田、思いっきりのいいプレーでした。ここでホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。さてここまでの両クラブの展開はどうでしょうか。前半に続いて後半も両クラブ攻めあぐねていましたね。ここからは V ゴール方式の延長戦に入るわけですから、今度はかなり積極的な攻防が期待できると思いますよ。さあこのファーストステージ前後半終わって同点の場合は V ゴール方式の延長戦に入ります。まもなくスタートです。もう間もなく延長前半15分が始まります。シエロ、フィールドいっぱいに広がります。ロングパス、前田、ゲームを組み立てます。山口、これはかわされた。近藤、このボールを奪いました。延長戦前半終了の笛が鳴りました。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。今ホイッスルが鳴って延長戦最後の15分がスタートしました。延長後半開始直後、シエロ、チャンスになります。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。よく状況を理解していますよ。そうでなく磯貝、松原、磯貝、外してしまいました。これは決めなくてはいけません。本並、かろうじてこのピンチを乗り切りました。延長後半開始早々、ガンバ、チャンスになります。サネヨシ、素晴らしいコンビネーション。スクリーニャ、
危ないプレーだぞ。イエローカード。延長後半開始早々、ガンバフィールドいっぱいに広がります。アレイニコフチャンスになります。時々中盤のまとまりの行った、ゴールポストに当たった、インゴール、 V ゴール、赤い千金の一発、ついに決着がつきました。1-0、ガンバ延長戦を V ゴールで制しています。今日の試合はどうでしたか？最後の最後にやられたという感じですね。ここに来てかなり選手たちも疲れていましたから、動きの悪くなったところをうまく疲れたという感じですね。これは残念でした。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第4節、シエロ対ベルマーレ、もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半戦始まったところ、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ロングパス、ゴール前、岡野、磯貝、上げた、小倉、いった、ゴール、前半36分、シエロ、この辺りで追加点が欲しいところです。前田、このボールを受けました、イエローカード、前半36分、ベルマーレ1点のリードを許しています。縦パス、ソリナチ、ここでフェイント、ドリブル、
ゴールライン近く。センタリング。エジソン、アウミール、ヘディングシュート。あーっと外してしまった。飯島、なんとか守りきりました。両クラブ最後の決め手を欠きました。今の状態から見てこの1点というのは果たしてどうでしょうか。この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。さあ後半45分のスタートです。後半の立ち上がり、キエロ、この辺りで追加点が欲しいところです。磯貝、ウンガ、沢田、そのままシュート、豪快に決めた。後半戦の序盤、ヒエロ、現在2点のリードを奪っています。ハイレベルのドリブルですね。あのフェイントはちょっと止められないですよ。磯貝、ドリブル、ロングパス、沢田、ゴール前激しいプレイ、磯貝、これが決まった。小島、信じられないといった表情です。後半12分、ベルマーレ、大量点を奪われてしまっています。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃない。センタリング、エジソン、直接キャッチしました。飯島、堅実なプレーを見せます。後半24分、シエロ、選手が上がっていきます。岡野、ドリブルで攻め上がります。いった、前田、ゴール、これは俗に言うごっつぁんゴールでした。小倉、ここからどう展開するのか。ボールを岡野、このボールを受けました。岡野、中田、上げた、反町、ここでボールを外に出しました。今試合終了のホイッスルが鳴りました。4対0、シエロ、見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。攻撃陣はまさに絶好調のようですね。常にいい形ができていますよ。多少の失点もこれだけの攻撃力があれば心配ないですよ。
全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。ファーストステージ第5節、シエロ対ジュビロ、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半戦始まったところ、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。小倉、ラモス、ゴールネットに突き刺さった。理想的な展開でした。工藤、コーナーからゴールを見つめます。ここからどう展開するのか。蹴りました、中山、キーパーがっちりとキャッチ。中山、ここからどう展開するのか。ボールを鈴木、このボールを受けました。チャンスになります。キラッチ、ゴールネットに突き刺さった。目が覚めるようなゴールです。ジュビロ、とうとう同点に追いついています。両者決め手がないまま終わりました。両クラブそれぞれの形を作っています。両クラブそれぞれの持ち味を出したいい試合をしていると思いますよ。後半戦も前半同様、面白い試合を見せてほしいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。一体どういった展開になるのでしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半14分、シエロ、現在のところ同点で試合は進行しています。さあここからどんな攻撃を。前田、松原、前田、ボレーシュート、このシュートはゴールマウスを取れました。レイド、かろうじてこのピンチを乗り切りました。岡野、蹴る前にゴールを見つめます。蹴りました、これはどうだ。沢田、ゴール。試合終了の笛が鳴りました。2対1、シエロ見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。点差が示す通り非常に緊迫したいい試合でしたね。両方とも実力通りのプレーを見せてくれて、サポーターも満足ではないでしょうか。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第6節、サンフレッチェ対シエロ、曇りとなっています。今日の天気、序盤戦の調子はどうですか？開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。さあ試合開始です。前半戦始まったところ、サンフレッチェチャンスになります。ノジュンユン、パスを出します。森山、うまくつないだ。ノジュンユン直接キャッチしました。飯島、堅実なプレーを見せます。前半戦の序盤、サンフレッチェ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。中田、この先森安、速い攻めで一気にいった、ファインゴール。両クラブ最後の決め手を欠きました。この得点差についてどう思われますか？1点差ですからね。これ以上点を取らせないようにしのいでいけば、必ず後半にチャンスがやってきますから、そのチャンスを確実に生かすことができれば必ず追いつけますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。さあ後半45分のスタートです。後半の立ち上がり、サンフレッチェ依然として1対0と1点のリード。パスを出します。ロングパス、よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。中田、インターセプト。後半25分、シエロ、1点を追うゲーム展開です。中田、フェイントをかけます。ゆっくりとドリブルで上がっていきます。ウンガ、うまくつないだ。全員で協力して守ることが全くできていませんよ。それでは簡単に得点を許してしまいますよ。シエロ、コートを同点に追いついています。後半36分、シエロ、ここからどう展開するのか。岡野、先ほどから試合に入っています。ドリブル、ドリブルで攻め上がります。チャンスになります。直接シュート、ボールが切れていきました。呆然としています。小島、ゴール前に両方の選手が集まってくる。選手が上がっていきます。上げた、ハシック、キーパーがっちりとキャッチ。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は1対1、同点。両クラブとも譲らず同点です。それではここまでの試合を振り返って一言お願いします。両クラブとも持ち味を出したいい試合をしていますよ。ここからは一瞬の油断で勝負が決まってしまいますから、集中力の勝負ですよ。さあこのファーストステージ前後半終わって同点の場合は V ゴール方式の延長戦に入ります。まもなくスタートです。今延長前半開始の笛が鳴りました。シエロ、サイドに広がります。
ロングパス。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ロングパス。ルンガ。このパスが通った。パス。前田。うまくつないだ。パンチングでこのボールをクリア。ここでホイッスルが鳴って延長戦後半に勝負は持ち越されます。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。笛が鳴って延長戦の後半が開始されました。延長後半立ち上がり、シエロ。さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。ルンガ、岡野。ゲームを組み立てます。前田、ドリブル、ロングパス、磯貝。止まらない、まだ止まらない。岡野、エクセレント、ビューティフルゴール。素晴らしいゴール、フリーゴール。赤い線金の一発。ここで延長戦終了のホイッスルが鳴りました。1対2、シエロ、延長 V ゴールで勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか。いやー、ここでようやく決めてくれましたね。運に左右される PK 戦にもつれ込む雰囲気でしたが、延長後半で V ゴールで決められたことは大きいですね。こんばんは。 J リーグファーストステージの模様をお届けします。ファーストステージ第7節、シエロ対セレッソ。残念ながら曇り空のために星を見ることはできません。今日の天気、序盤戦の調子はどうですか。開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半戦の序盤、セレッソ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。
森島、ドリブルで攻め上がります。ドリブルで攻め上がります。ゴールライン近く、蹴った。深川、飯島、直接キャッチしました。前半38分、セレッソ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。三崎、パス、横山、フェイントをかけます。通りました。三崎、上げた、ボレーシュート、深川、外れてしまいました。残念。現在のところ得点はありません。両クラブ1点をなかなか取ることができませんでしたが、後半戦はどうでしょうか。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半の立ち上がり、セレッソ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。岡野、タイミングが合いませんでした。三崎、タッチライン沿い、ラモス、倒された。で横山、ここからどう展開するのか。深川、ボレーシュート、横山、外れてしまいました。残念。横山、さあコーナーキックのチャンスです。チャンスになります。上げた、トニーヌ、ゴール、素晴らしいゴール。後半38分、シエロ、早く追いつきたい。時間は残りわずか。野田、先ほどから試合に入っています。磯貝、アイコンタクトだ。精神的なプレッシャーにも三崎、かろうじてこのピンチを乗り切りました。ドリブルで攻め上がります。試合終了の笛が鳴りました。0対1、セレッソ見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。あの1点が非常に悔やまれますが、0点に抑えられたことの方が問題ですよ。サッカーは点を取らなければ勝てませんからね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第8節、ジェフ対シエロ、曇りとなっています。今日の天気、序盤戦の調子はどうですか？序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。試合開始早々、ジェフ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。マスロバル、パス、マナカ、フェイントをかけます。ロングパス、アキバ、これは大きく外れました。飯島、かろうじてこのピンチを乗り切りました。前半戦始まったところ、ジェフ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ここのフォワードの攻撃力はそんなに目立ちませんが、チャンスはしっかりとものにしますよ。カウンターで一気に攻め上がる。小倉、キーパー止めた。下川、よく反応しました。磯貝、さあ誰に合わせるのか。選手が上がっていきます。上げた、前田、ゴール、素晴らしいゴール。両クラブ最後の決め手を欠きました。この得点差についてどう思われますか？そうですね、しかし1点のリードではまだまだ安心はできませんよ。後半は当然相手は攻撃的な布陣に変えてくるでしょうから、早い時間にもう1点欲しいですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。いよいよ後半45分のキックオフです。後半14分、シエロ、依然として1対0と1点のリード。岡野、これは小倉、下川、パンチングで弾いた。いい読みをしています。後半25分、ジェフ、選手が上がっていきます。立てます、マスロバル、磯貝、このボールを奪いました。ここで試合終了です。0対1、シエロ、この試合を見事制しました。この試合をどうご覧になられましたか？どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合展開でしたが、わずかの差で勝利を収めましたね。失点をしなかったことは大きいですよ。